始まりました。ザ・ノイジーズ。好評につきね、また語ろうということで、えー、お届けするのは私、北山智之と、しです。よろ,いすよろしくお願いします。えー、ということで、え将軍、あの、多数のね、コメント、回数いったということで、さらに将軍と。 将軍 <laughs> ですよ。いうはい、もう将軍キラーの北山さんが今回ね、<し>キラーであるって。<laughs> ですけど、まあまあ、ちょっと将軍よもやまというか、もし続編をね作るとしたら、どこでやるだろう話みたいなのを、ちょっと今日はやりたいと思います、はい、北山さんと語る、続将軍ですんだかね。うね、ん。いや、いいですね。まあでも、おそらくねう、その評判を受けて、そういう声はまあ多数上がっているあ<ー>であろうとは。 なんかもうか、ねあのー、日本語にすると族将軍って言葉がいいですよね,これね <laughs> 漢字にした時族 <laughs> 将軍って強いと思いますよこれあと将軍パート2じゃつまんないでしょ<ー>やっぱりまあつまんないですね族、うん、でしょうね族将軍だからここまで作る時も、えー ローマ人で俗将軍にしてもらうとダメです、ね、<laughs> もしくはね、日本古来に乗っ取るんだったら、諸って呼ばせるね。諸 <laughs> 日本記みたいな、ね、感じで。ああ、いいですね、はい。もう無理やり。ああ、なんかこの人ら古来のこと知ってるみたいなね。ねだからこ<じ>こう次の将軍は古文書の研究家たちも乗り込んできて、もうああだこうだって収集がつかなくなるみたいな。まあでも、このまま真田広之が主演で、しかもこの。 家康っていうか、まあ、トラナガですか、うん、っていうのがそのまま主役を張るとするのであれば、まあ、この後ですよね。実際に将軍になる。うん。うん。ところと、えー、豊臣家っていうのを完全に打ち滅ぼさなければいけない。というところの、この二大テーマでしょうね。と、うん、いうことは。まあ、はもうやっぱり前回で言うまあ、 彼が中でも、これは勝負が消してるってイメージのシーンでもう終わりってことですね。終わりです、ね。ならないってことですね。えー、だから実際に将軍職っていうのを、まあ、誠対大将軍っていうのを、まあ、与えようというところの、うん、ま、流れのところから、まあ、オープニングで始まって、それでまだ前回のね、あの豊臣方、二階堂文さん演じる、まあ、あの、 いますんで、豊臣方は残ってますんで、その豊臣方と、え、最後の戦いになるということで、いろいろとこう、自分たちと反目していた関ヶ原で、破れはしたものの、完全に、あの、どうもされていない武将たちもまだまだね、浪人になっている方たちもたくさんいらっしゃいますんで、彼らが、ま、大阪にどんどん集結していって、え、虎長と頭脳戦を、 また繰り広げていくっていう、そういう流れのものができるんじゃなかろうかという感じはしますけどね。澤田さんが今回はあの、彼の、良、まあ、かれと思ってやってるんでしょうけど、うん、彼の権力を散奪する、そこの、そこなんか、底意地の悪さがどんどん出てくるってことですね。そうですね。もう何やなんかちょっと、何か転がったら、なんで転がったんだ、お前は。前もう起こす気か <laughs> みたいなことをやたらと言ってくるってこと、今度、澤田さんが。がやってきたことを今回逆に 何かやったら、お前、なんか反乱するつもりか、ね。うんお。おそらく将軍の職を得た立場になりますから、もう逆に言うと、みんなが何かやろうとすると、それをもう徹底的にこう潰してくる。まあ本来の家康像に近いですよね。<laughs> ええー。あの、さらっと書かれてるけど、家康ってビジュアル的に不、ね、器かなね。 はい、あの感じで応、応用な感じで我慢強くて、チャンスがあったらそこを逃さないよとかで、うん、恩和な感じのイメージがなぜかいっぱいあるじゃないですか、なんとなくですけど。今回はこのサナナさんの,あのシュッとした顔で。うん それやったらちょっと悪役すぎませんかそれなんて <laughs> 怖いですけどね。<laughs> まあ怖いですけど、まあそこにあの。ハッドリ・ハンドの忍びがいるんでしょう <laughs> まあ忍び集団がいるわけでしょ今回、まあ。あんまりそこは出さなくてもいいのかなという感じはしますけどね。だけど、情報収集は完全に忍びでしょああ、忍びですよね。取材もん。している人物たちがいて、てどんどんやっぱり情報をこうやっていく。だから今度はちょっと結構いろんな、うん あれじゃないですかいろんな地方地方のあの舞台舞台っていうのがあって、なんか、家康、まあまあ、その、虎長をなんとかこう転覆させようみたいな、みんな、それ、それぞれ、それなりに地方ではこう、 ね、統一してきた人物たちっていうのが、どうこうつ、なんか動こうとして、それがうまく暴かれて、事前に潰されていくのかっていう。<laughs> <laughs> <laughs> 楽しくないよ、それだって。いやいやいや,いや,いや辛すぎませんか、それ。いや、だからだ、だ、達ても、ちょっとほら、そういうのを企てようとね、海外のこう、パイプラインとかを使おうとするわけですけど、それが消されていく。上杉も消されていく。<laughs> いやだな、え、もう前だけもまあそうですよね。まあみんなこう、 うーんってなりながらみんなこう沈んでいく感じですよね。<laughs> あの辺のぐー、ね、最後は、ね、巨大な江戸城のバックにこうやって、将軍って終わるのさ。で、みんな、ん参列せよって言って、<laughs> ぐむーってなりながら、全国であったら、ぐぐぐぐって。どうしたのあれですか、超参議院交代とかってみんなこうやって走ってくるんですかああ、超超速スピードで、ね。<laughs> これはなんか違う、えー、安倍貞夫が出てきます。はあの、列を長く見せるために、ね、あの、一回消えた奴らがまた後ろに並んでますから、こう、参勤交代も、本当にあの、建物とか一切、あの、そういう維持費とかかけない、本当にもういやらしい公共事業ですよね。すごいですよあのシステムね。まあまあね、それをだから。解するにお金がばらまくわけじゃないかですよ。そうそう。だからもう、国、うん が払う、その補正予算を立てるわけではないですからね。うん、あくまでもその各藩がそういうのをこう自分たちでいろいろ算出してやらなければいけないと。いや、よく考えてありますよね。それで大名たちが力をつけようとするのをまずお金吐き出させて、うん、それで街道、まあ言ってみれば、えーと、メリットもデメリットもありますけど、そこを偉い人が通る街道はそれで整備されるわけでしょあ、整備されます。はい、もちろん。で、その沿道の人たちに限られますけど、 何らかのそこでで物とかがが消費されててお金が落ちてくるんでしょそうですね。それで東京、まあ、江戸に向かっての街道が全部それで富が再配分されるってことですね。しかも、江戸幕府はお金払わない。うん、払わないいやー、怖いシステムですよね。まあまあい、一部払われてますけど、うん、ちょっとその辺は。とほとんどお前持ちだなってことでしょ。そうです。基本的にはそうですよね。からその辺の なんかまあ悪楽、なんかすごい悪質ですけど、うん、そういうお金にまつわるその政治学って、家康って一体どこら辺から学んだんですかね,ねいや、まあ、家康だけではないでしょうけどね。なんかそういう元になるシステムって、なんかもっとやってたんですかね、どっかで。なんかその、あこれやったら、あこのやり方が俺か展開取ったら、結構。 その日本全国の大名たちをこうやって統治するといいなみたいなのあったんですかね,これねうん。まあでもあれですよね。もともとそういったやつっていうのは、まあ秀吉のやってたシステム。うんうんうん。ね。あの、太鼓検知とかいろいろありますよね。うん、ああいうようなもののシステムだったり、あとはあの、その、北条氏っていうのが、戦国時代の北条家。うんうん っていうのが、まあ、関東にいたわけですけど、うんうん、その辺のあの中にあったルールみたいなものを結構、元にしているところっていうのは、江戸、うん、幕府は多いです、うんはい。かなり参考になったんでしょうね、その辺んが。う,ん,、うん、うん。いいことがかなり書いてあったみたいです。これだまあ、これしょ、ね、ドラマの将軍たちょっと話したまあ、史実の方の話になっちゃうんですけど、うん、これは家康はブレーンはどういう人が他にいたんですかね、うん、そういう方、なんか言ってみれば、 結構法整備も結構したってことですよね。いろいろとルールもありですけど。まあ、もちろんそうですよね。まあ、だから、あの、いわゆるその、自分の家臣と呼ばれている人たちに、かなりやっぱり、あの、いろいろこう、ものを聞きながらやっていたであろうとは思いますね。うん。非常に、あの、軍議だけではなくて、もう中のものっていうのを、こう、いろいろいろ、こう、聞きながら、 やってましたから。まあ、それがまあ、うん、結局、その旗本であるとか、そういう人たちっていうのが、全部、爆心ということで、あの、迎え入れられることになってきますんで。まあ、そういったところが、ずっとあったんじゃないですか。家臣から、まあ、爆心にこう、なっていくというか。っていうので、いろんな人からやっぱり話を聞きながら、えー、最終的にはまあ、表記だったり、まあ、家康本人が、 判断を下しているものもたくさん、はい、もちろんありますし。うん。うん、最終的にはあれじゃないですか。まあ、家督っていうのを2代の将軍に譲った後も、うん、まあ、印勢じゃないですけど、もう実質的には家康が、まだまだね、うん、あの、自分の言いたいことをこう通していた節はありますよね。まあまあねうん。だから全部が全部秀忠に譲ったわけではなくって、うん、っていうところも非常にあったでしょうし、 まあそういうのの言葉の残っていたやつをまあ全部やり切ったのが三代将軍の言い光ぐらいまでかかっちゃうわけで。うん、うん。だからまあ、割とその、そうですね。すぐに全部が全部、思ってる通りに動いてたわけではもちろんなかったっていうことですね。うん、まあただ大阪の陣っていうやつで、戦国時代自体はもうそれで本当に終焉を迎えるというか、うん、まあもう一個挙げるとするならば島原の乱ですか。 うんうん、そこをもって、一応、不平武士たちというか、戦国時代のこう生き残りたちっていうのは、姿をどんどんやっぱり消していくことになりますんで、まあまあまあ、その辺っていうのをこう、やりきったっていうのが、おそらく戦国時代の終焉と言えるのではないかなとは、うん、思いますね。ねうん、そうだ、もう、じゃあ、族は、あのー、とりあえず、 サードさんややってるる将軍が死ぬまではないし、将軍という名のもとに、うん、まあ2、3 <laughs> 2代、何代、昔の漫画のキャプテンじゃないですけど、<laughs> 受け継がれたやつが主役が変わっていくみたいなねそこまで将軍やりますか、ドラマ。そしたら、あれですか、主だった将軍だけ集めたら、シーズンまででできるんですか、ね、えと一応、15シーズンまで <laughs>、全員、<laughs> 全員将軍組めますからね。 ええー。だからまあ、あれでしょうね。退屈なのはなんか9とか。<laughs> だいぶね、だいぶ、あれですよね。退屈になってきます。11とか。家、<laughs> 家なりとか。<laughs> もうなんか、太平じゃみたいな感じになってくると、ちょっと、うん、なんか文化もね、ね発展していくんですけど、うん、本当に事件らしい事件起きないしですし。 うん、なんかやったら子供だけが生まれるみたいなね。職 <laughs> も,う僕 <laughs> もう徳川セックス禁止令でいいから,もうそれなら、そういうのかなど、どこで、やっぱり世間的にはあれですか、あの五代とかは盛り上がるんじゃないですか、<ー>綱吉。ああ、そうですね。犬久保ああ、<ー>そうですね、暴れん坊将軍、吉宗、ね。でまあ、もう次盛り上がるとしたら、やっぱもう幕末になっちゃうんですよね。 そうですね、普通で考えるとね。あれ、一、うん、回あのクーデターみたいなのやろうとしたら、なんちゅうっけ、天一号になってたんだっけ、うん途中であの。なんか結構名のある秩序を受け継いでるっていう名前を語って、なんとか事件とかありませんでしたっけ。うん、どれを指してるんでしょうね、ちょっと今、すっと出てこないですけど、うん、まあまあまあ,あの、ありますよ、いくつか大きなものっていうのが。うん うん、まあでも幕末じゃないですか、ね、本当に。こ,こ,の,この筋の味方で行くんだったら。うん、そしたら今度は、あれですよね、将軍職を失っていく、そういうね、崩壊の <laughs> 話になりますからね。<laughs> まあ将軍の始まりで将軍の終わりってのはまあ綺麗ですよね。綺麗ですよね。だからそれをも、うん、それを、でも、年齢的なことを考えると、 真田さんがやるとちょっと無理があります、ね、いや、もう違う感じですね。まあ、別の、だから、真田さんが本当に、今回本当にプロデューサーとか、うん、あもしかしたら監督とか、うん、そっちの裏方に回って、もっと違う日本人俳優さんを起用してやるってことになりますそしたら、ねあ。千葉真一の息子って誰でしたっけ真剣佑。真剣佑。真剣佑が15代将軍で。 全然あれじゃないですか。いいでしょうね。うん。まあ、千葉ちゃんとね、なんかあったような気がしならないですけどね、うん、さんざさん間で、なんか。<laughs> ただまあ、息子さんには罪ないですからね。<laughs> 罪起きちゃいましたけど、何も語られてはないですから、ちょっとまあ、あくまで推測でしかないですけど。ね、いや、ね、あとはもうね、ぜひ、しほみさんを復活させてほしいですよね。はあ。それまあ、うん。まあ、ないですよね。 後の共演自体は。うん、でそのね、あの動乱の世で、あの破壊層があの街道をランニングしてるんですよ。えっそっ、っって。って、いやいやいや、怖い怖い怖い。<laughs> ウォータームーン入ってますからね。アメント嫁出すんだったら俺も出してくれって、なんか、言い換えないじゃないですか、うん。よくわかんないですけど、目が見えるようになりますから <laughs> 見えるって言って バタって倒れたと思ったら、ああ、絶命したんかなと思ったら、またムクって起き上がりますからね。そうそう宇宙に帰るみたいな。い,いえ、全然あれ意味わかんないんですけど。<laughs> 何やったんですかね,ね。山の道中の時にでっかい像としてこうやって立ってますから。ああ<ー>、うん、何やったんですかね。未だにあれよくわかんないですけどね。ちょっと力業的なところもありますよね。あの、脱獄というか。<laughs> ああ、でも、アクションとかじゃないでしょも,うそういやもちろん。もちろん、もちろん、それはそうですよ。うんうん、だけど、今回もやっぱり女性がね、マリコ様もう結局、なぎなたもちょっとやったじゃないですか。はい、ありそう。なぎなたの使い方もなんか、なんか、俺たちが見てる時代だけだと、なんかまあ女性っていうのもありますけど、うん、そんなに、あの、うん えっと、カンカンカンみたいな感じですけど、今回の投げ方、結構油断すると足首切られる感じだったんじゃないですか。ああ、ちょっと怖かったですね、あれね。これ、うん、それぐらい塩見さんやってくれたらやばいんじゃない、いまだに体動きますからね。今、演芸のやつで NHK たまに出たりしますけど。まあ、あと細かい話ですけど、そのね、星座について語っているコメントとかもね、お見受けしましたけど。うん まあ正式な座り方ではなくて、まあ星座の方が分かりやすいからそうしたみたいなところもあるから、なぎなたの下りとかは、あれじゃないですかね、ダイナミックにちょっと今流の、うん、そ,うそうそう。うん、剣舞の演出を入れている可能性っていうのも非常に高いでしょうね。なんかもともとあれだって、やばいでしょ、うん 実際にあれやるやつとかだっていやあ、なぎなたなんか、まあまあ、長槍もそうですけど、怖いでしょだったらね、基本的にあんなの、遠くの位置からブンブンブンプン振ってきたら、<laughs> そりゃ嫌ですよね、それっ正確にいつも手とか足を狙ってくるように訓練されてるわけでしょもちろんもちろん、はい、うん、剣とか切りますからね、ピュってね、少なくとも傷つけて出血させようとか、うん、うまくいったらちょっと片足切り取るぐらいの感じでし勢いでしょ、あれ、いやーい、まあ、怖あいあですからね、槍にやっぱりちょっと、毒じゃないですけど。 をね、えー、こうやってつけたりとかあーもうだからね可能するようなものをつけてやってたりもするやろうから多少傷ついただけでも結構病気になりますよね嫌ですね本当にねベトコンもねなんか糞便をなんか塗りつけた、あのー、木で作ったあのー、槍、うん、あれを、ね、塗りつけてましたからね足踏み抜いてこうやってパコッと落ちてると、まあ、こパコーンと割れるとこのなんか両脇のところに 木の枝切っったやつがあって、うん、足に食い込んで糞、うん、尿がもう傷口の奥の方まで全部こぶりつくんで、うん、なんかもうあれでも結構戦闘不能になったっていうのはね嫌、うん、で,ですねまあ原始的な手法なんですけど一番嫌ですねああいうのってねいや幕末でで一番あの議論はむっちゃくちゃ起きるでしょうね幕末やったら。 フィクションですっていうふうにやるけど、やっぱり、うん、ベースとしてはシーツをやるのが一応、一番いいじゃないですか。あまあまあまあ一応ね、んなんか架空の日本の、日本らしき国の歴史とはいえ、うん、そうすると、実在の人物をモデルにした架空のキャラクターが出て,ま出てきますけど、うん、まあ絶対そこはこんなことしない、こんなことは言わない、やらないとか、絶対できますよね、これね、爆末。誰、誰をまた外資のキーパーソンにしますかね。いやクラバー。 うん、生麦事件。うん。<し>ペリー。あ、関係ねえか。<laughs> うん、まあまあ、ど、どこをね、あの、軸にしてもいいでしょうけど。新選組が日本人的には一番盛り上がりますけどね。まあまあまあね。りそうし。うん。うん、うんあ。その辺が、どこかなあ,あ、うん、なんか。 あの近代的な意味では内戦、唯一の内戦ってことなんですか、日本の中では。そうですよね。ねはい。う,ん、うん。この辺が、まあでも、坂本龍馬とか、なんか違う方に向いていきそうですけどね。坂本龍馬も、もしかすると、らしき人物すら出てこない可能性もありますよね。まあまあまあね。ああいう。うん。うん あとはなんか将軍が結構自分自身でいろいろとどうするかってことを多分なんか考えて行動する将軍なんでしょうね。そういうふうになってくるでしょうね。ねまあ難しいです、ねなかあの。なんかずっと太平の時代が続いちゃって、うん、それでもあの将軍も骨抜きになって馬鹿にされてる時にちょっと痩せっぽちであんま期待されてない人が この動乱の中でめきめき頭角をらすみたいな感じで撮ると、ドラマ的には盛り上がりますね、将軍がね。でも、もう。海外を考えると、やっぱりその、さっき言ったあのグラ、グラバー商会っていうのがいますんで、うんうん、グラバー商会の、まあ、一人間っていうのが、まあ、坂本龍馬たちと通じて、今度は、あれですよね、長州にどんどん軍備をこう整えていってみたいなところから描くのが面白いんじゃないですか。ああ、もちろんね。外国勢が絡んできてね。うん これで、あの、どっちにも武器流してるみたいなことも、なんか。そうそう,そう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 。うん、なんかその辺をこう、将軍側と、まあ、要は、その、ね、えー、要するに、超、まあ、朝廷になってくるのか。だから、うん、天皇側ですね。うん、に、だんだんこう変わってくる数税みたいなのを、こう、どんどん。うん。あ今回の将軍は、まあ、原作がそうだったからと、あんまり帝的なところは、天皇の話は、 いや一切だから、うん、まあそういう意味でも幕末になったら間違いなく天皇、帝の話っていうのは。なってきますよね。ねまあでも視聴者、結構戸惑いますけどね、海外の方ね。まあだけど <laughs> あ将軍最強じゃなかったのみたいなね。うん、だけどまあ、将軍、まあだけどまあ、あのー、実際のところはもっとなんか、すごく複雑だと思いますけど、やっぱり、うん。 ど両陣営って作る形は、なんか今回う、ま、うまくやったじゃないですか、もっと敵なのか味方なのか分かんないけどみたいなところで、うん、実際には、まあ、どっちかというとね、家康がどんどん敵に仕立ててあげるみたいな感じですけどね、北山さんの話だと。そうすると、まあ、帝、まあ、もしくは帝っていうか、それに、そっちを旗印にする連あのなん勢力。 うん、対将軍っていうふうにした方が、まが、あ、海外の人も別に、味方が分かんなくても、やっぱり、なんとなく天皇って言葉自体は知ってるわけじゃないですか。うん、そうですね。うんうん、では、将軍の次に、ちょっと政治の中枢にいる名前としては、天皇はやっぱ、これも結構魅力あるんじゃないですか、海外の人は。あーと思いますね。だからまあその辺をこを描いて、なんか対立図式にしていくっていう話でも、まあ面白い面白いでしょうね。幕末はちょっと海外勢もちょっと結構 かなり能動的にやってきますからね。うん。楽しそうですよね、それやったらね。うん、そうですね。で、まあ、あと、基本的には小競り合いが多いですから。うん。うん。完全に、だから、最後の方の、その、まあ、最後たちが、えっ、ー、と、江戸の方を攻めるっていうやつまでやらなくてもいいでしょうね。あまあまあね。うん。うん。だから、大政奉還すら、やる必要はないかもしれないですね。 まあそこはもう結構本当に今回の将軍じゃないですけど、まあ本当にその映像、ちょっとイメージ映像というか、うそ,そうですね。もう消したというか、うん、まあ今回のその虎永と一緒で整いましたっていうところでね <laughs>、うん、スッ <laughs>、うん、と終わっていくのもかっこいいかもしれないですね。まあ,まあ、ね、そうとなるとあれか、うーん、勝海舟とかをその役割として、うん,うん。で、らしき人物をね、うん。うん 船もだ、ね、か,から、ね、あの時その,辺のうんのやつっていうのをこう,うまくやれば面白いのかなとまあまあでも尽きないですねこれ面白かっただけにねああだけどあれですねその将軍の一応続編で時代がこれ何,いく何年ぐらい離れるんですかバークマスとまあ200何十年ですね何十年北山さんが前回で言っていた もう安人が、まあ、いたかどうかっていう話もありますけど、はい、消息がわからないということになると、うん、子孫が出てくる話も全然 OK ですよ、ね、あ、ウィリアム・アダムスのですか<う>、うん。まあまあ、そういうのもありでしょうね。全然それは、だから平戸のあたりで没したという話を説を取って、彼の子孫っていうのがいてみたいな感じのところは、ね。あざといけど、まあ、将軍のシリーズでやるっていうんだったら、まあなくはないですね。 まあないし、あれですよね。まあこれちょっと面白いかどうかさておき、うん、あのー、いきなり足利に戻すとかね。そっちの将軍将軍。<laughs> ね、高氏。うじなんかちょっと間に合わすぎませんかそれなんか。<laughs> かつてあの、高氏、大河で、真田博之さんやったことありますんで、<laughs> えー、再びね。坂本龍馬もありますよ。ありますね。うん、だからまあそういうので、こう、また降り立って。 ええ。え、真田さんが今回、坂本龍馬の役になって、読みがまた出てくる転生してね。<laughs> 同じので。多少フィクション入れてややと、そういうのもありでしょうね。<laughs> う<ー>ん。<laughs> 本当のね、見た目は、あの、違うんですけどね。でも、あの、真田博之のビジュアルになってるんです。なぜかこ<う>。<laughs> こうやって考えると、だんだんとやっぱタイ型のもっぽくなりますね。まあまあ、よくよしゃあないですよね。 スピンオフ新選組とか、そんなになってきませんからね、そうそう,そうそうそう、三谷幸喜みたいになってきますからね。<laughs> うんとか、最近ではあれですか、工藤官九郎とか、うそういう人たちのね、なんか、あれになってきますんで、んああ幕末かな、あの直接の続きよりはみなんかやってくるんだったら、うん、うんまあそうですね。あの今の向こうの場所っ,ってって、戊辰戦争はやばいですよね、やられたらね。 うんちょっとね、その辺はね。うん、函館の戦いのところまでねやってくれたらね。まあ、もうそれはもう僕たちが爆読みするだけで <laughs>、えー。だけど、ちょっと日本、やっぱりちょっとあのビジュアル的な凄さっていうのはなかなか作れないじゃないですか、日本。まあ、これから先は分かんないですけど。はいうん、うん まあではあでればずっとね、ずっと北に上がっていく、そういうサマーをやっていくのも面白いかなと思いますけどね。ど途中途中ね、話はどんどん端折っていくと思いますけどうん、うん、有名なところだけがかいつまんでね。うん、うん、そうですね。うん。幕末ね。うん、いやー、ちょっとなんか、エイジャなんかでオルドリ来るところとかでなんかちょっとエキストラ募集してくんなえかな、俺もすぐできますよ。<laughs> 頭。あの、老人のあれぐらいだったら。ええじゃないか。 <laughs> まあね、龍馬暗殺とかね、ああいうのでも、すごいやっぱ、ああいうのが頭に残ってますからね。うん、あまあね、まあ、あ坂本龍馬はちょっと邪魔しそうですよね。うん、日本人が慣れ親しんでるからのエピソードってことが出てきちゃうと、そうこは、ね、はしょり、もうちょっと出てきてすぐ退場でしょうね、役割として、こういう役割してる人物のまあ総合的なキャラクターとして出てくるって感じでしょうね、あね。 どうしてもね、やっぱりちょっと避けて通れなくなってますよね、ドラマが多すぎるから。うん。うん。まあ、そういう意味で本当に、坂本龍馬ってキャラクターを面白くしたのは、なんか分かるような気がしますよね。 うんうん、そこにいろんな人たちがやってきたことを、まあ、あの残した結果ってなんか何をしたかってことを集約させて、まあ、魅力的な人物に描くっていうのはね。うん。まあ、あ,んまあと、脱藩浪人ですからね、非常に移動がたやすくできてしまうっていうところで、うん、いろんなところのいろんな事情を見てた人物であることは間違いないですから、うん、一番その語り部として使いやすいというのはありますよね。物語としては。 うん、どうしても他の人物たちはそんなにこう移動してはいけない人たちがやっぱりたくさんあるわけで、うん、そこまで自由にねいろんな班を行き渡って動きはしないですからねうん、うん、それで,はれであれじゃないですかあそうそうそうですねで最終的にはトム・クルーズに復讐するって最後を高森と最後までやるっていう。 君のあれは素晴らしい。だけど俺のはもっと素晴らしい。なるほど。着地どうやいやいやいや、ありだと思いますけどね。いろいろね。走って俺を出してくれって。サーダさんの前に、サーダさんの前もう、あれをね、あれの撮られた映像のもうね、少しでも発表してれば俺はもっと早くハリウッドで上がれたはずなんだっていう。ムーンって。 うん、どうだ、俺は。スパイだけじゃないんだぞ、俺は。つサブライだって、なんか、トム・クルーズの前に、なんか。<laughs> 怖いですね。でも、まあ、トム・クルーズも階段上がってるから、あんま関係ないと思いますけどね。<laughs> ええー。だから、あれでしょうね。裏事情知ってる人とかからすると、あの、ラッシュアワーの3とかは、本当に涙したシーンでしょうね。2 <laughs> 二人でアクションやろう、アクションやろうってずっと言っててね。 どっちもその、うん、っていう時代を経て、うん、まさかにね、あんなハリウッドの大作のパート3でしたっけ <laughs> 微妙なポジションで、なんかね,ね。ねあんな、なんか、鉄の、鉄塔の上であんな二人でね、バトルやり合おうぜみたいなことになるとは二人とも予想もしてなかったでしょうからね。うん。いや、ちょっと見えてきましたね。これはまさに沢田博之の将軍ストーリーですよね。<laughs> ここ最後はトムを屈服させる。 <laughs> 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 いやー、そんなにラストサムライ嫌やったのかな <laughs>。<laughs> いやー、だけど、トムからすると、相当煙たかったと思いますよ。なあの、光る演技を、あの時してましたからね。だって、ドラマ、いるだけでドラマを感じちゃうんだもん、さ田さんがいるとって。<laughs> 確かにね。主役級のなんか輝きを感じましたね。うん、そこはちょっと、あれじゃないですかうん。トム・クルーズがああいう感じで。 沢田博之をこう抑えて抑えてみたいなのをやったのは正解やったと思いますけどね。うん、まあザ、トータルとしてはね。うん。うん。あんまり出しちゃうと、ちょっとなーってやっぱり、あれだけじゃないと思いますけど、やっぱ沢田さんのその時代劇に対しての映画界の不満って、やっぱ、あのぐらいから結構火がついたような気もするじゃないですか。うん、まあ、というか、なんか、ハリウッド映画での扱われ方自体がやっぱりちょっと、ね、そうですねずっとハリウッドにいるのに、 な,なんか、いや、うんっていう、そうそうで、そうすると今回のやっぱりその将軍がものすごいしっかり、もうあのキーパーソンなる人はちゃんと日本人でやらせるとか、うん、あと服装とかその建物に関してもできるだけ変なものとか、本当により現実に近いものをやろうっていうことをやってるじゃないですか。やっぱりラストサムライが合ってくの将軍的て気がしてきましたね、これねあ,<ー>あれもすごいしっかりしてましたけど。 なんかまあ私も別に、そのねあのあの時代のことなんて全然知らないから、テレビドラマとか映画でしか知らない人間ですけど、やっぱそれでも結構しっかりしてじゃないですか、うん、ラストマさんも。いいか減な、ね、ちょっとこのなんかこの変な林はなんだみたいな,なんか、うん、あ,のありましたけど、ありますね,でねそれはやっぱ今回はこれで完全にあのもう前例として、これが。うん あの一しの対策でこの時代を描くんだったら、これが最低ラインだっていうバーを設定しちゃったわけじゃないですか、ああそうですね。で、しかも評価が高いでしょ、うん、いということこれから私たちが、ね、日本の時代劇見たときに、向こうのを見たときに、ちょっとでもすピーンとすぐ分かるじゃないですか、あ、これダメだめだ、うん、そこに関しては。うん、これが海外の人も増えちゃったわけじゃないですか、これ、うん、あ,これあれ、将軍に比べると全然やってないみたいな。ああまあ、そういう基準点になるでしょうね。れね多分どっかでで映画か配信ドラマで 真田さんがやっぱトムを呼びつける。これやりますね。<laughs> <laughs> ちょっとそこも期待しながら見てはみたいですけどね。これがグラバーですよ、トムが。<laughs> <laughs> マジですか。いやー、まあでもそれでも面白いですよね。見たいですねうん。でも果たして 配信ドラマにトム・クルーズが出るのかっていう話いやう時代は変わってますから、どっかであると思いますよ、そういうことって。あですかえってことは。うん。うんまあ、その一発目をそこで選んでくるかって言ったら、ちょっとそれは分かんないですけどね。たし最後はた、最後は高森のわけで、獣打ちながらう一緒に打ち陣する役をちゃんと沢田さん与えますよ、だから最後。かっこよく。<laughs> <laughs> 今、いいんやけど、うーんっていうね、<laughs> そこまでね深かったですかっていう、<laughs> ええー、と、そっか、西郷隆盛のあれは反乱はあれなんて西南戦争なですよ、西南戦争ですね。いいですね。うん、あれも結構、本当に血生ぐさ嫌な戦争ですから、ね、まあそうですね、あれもだから、武士の時代を終わらせるためのあ<ー>まあ戦争になりますからね。い,やいいいんんじゃないですかう いや、でも最後はあれじゃないですか。サナダさんは、多分、眼帯をつけて、十米とかやると思いますけどね <laughs>。それ、ただの将軍が十米に変わってくるだけでしょ、いやいやいや、赤年のという意味ではね、えー、完全に千葉さんのポジションに。俺が十米だ。そう、俺が、俺がもうあのラインを軽く超えるぞっていうね。 じゃあ、うん、千葉・豊臣秀吉を最後追い落とすって話なんですよ、裏設定としうてで、最終的にはハリウッド・シオンで魔界転生をやるっていう。<laughs> <laughs> やってもいいんじゃないですかね <laughs>、えー。誰も文句はもう言えないですよね。うん、そうですね。もう今、それをやれる人ってまあほぼほぼいないと思いますんで。そうですね、うんまあ、若手でいうと、やっぱ真剣優なのかなと思いますけどね。 マケイはあれですね、うん、沢田さんがやっていたあの忍者の役ですか、ああ<ー>、逆にする。全部、自分がやられたこと全部逆にするこんな責任の恨みあんのかな <laughs> わかんないですけどね。うん。まあまあまあね、こういう話は尽きないので、まあねはい、将軍は本当に面白いドラマだったなということですね。はい。はい。ということで、ドンパッキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。